市の重要な施策などを発表する定例記者会見の内容をお伝えします。今回は8月18日木曜日に行われた定例記者会見での市長からの発表をお送りします。今回の発表の内容は、三重と県内市長による初共催・初開催新津市誕生10周年記念特別展覧会過去から未来へ津の歩みを開催と、空き家・空き地にかかる相談件数が前年度比 1.6 倍に増加、未来のグランドデザインを描きます次期津市総合計画の策定に向けての3件です。発表事項の前に、土性沙羅選手の金メダルを本当にまずはおめでとうございますということで、祝電をお送りするとともに、竹上市長にメッセージを出しまして、おめでとうございます、沙織さんも続きますと言ったところですね、もうすぐに返事が来て、ありがとうございます、めちゃくちゃ喜んでおられる返事でございました。今日夜に、吉田沙保里選手のパブリックビューイングで明日の朝にかけてですね行いますので、しっかりと私も応援をしていきたいというふうに思っております。はい、それでは今日は3点発表いたしますが、1点目はですね、教育庁とそれから三重県総合博物館広報利用サービス課長の天野秀明さんに同席をいただいて一緒に発表させていただきます。よろしくお願いします。はい、では私からまずですね、これは実は市町に とですね、三重さんが共催をするという意味では三重開館以来初めてなんですが、新津市誕生10周年の記念特別展覧会としてですね、津の歩みというのを過去から未来へということでですね、9月17日から10月10日まで入場無料で、津市がいわばスポンサーになって三重さんで開催をさせていただくと、こういうものを今日は発表させていただきます。実はですね、津市にはカラスのですね若桜会館とかですね、各地域にそれぞれで博物館機能を有するものを持っておるわけでございますが、全体としてですね、津市全体として三重県総合博物館さんのような規模でですね展示をする、そういう施設がないわけであります。そこで津市に三重県総合博物館が開館されたことを、開館されて以降ですね、私どもが持っている、津市が持っている歴史民族文化財をですね、これぜひこの三重さんで展示をさせていただけないかということを三重県に要望をしてまいりました。で、その後ですね、話がまとまって、ちょうど新津市誕生10周年の年でありますので、三重においてですね初めて、この津の歩みというのをですね、入場無料で開催をするものでございます。津市が所有している文化財、それから関連する文化財をお借りするなどによってですね、未来に残す文化財、残したい文化財をですね、一堂に公開をしていこうと、こういう展覧会でありまして、今年初めてやるものでございます。中身は教育委員会から説明がございます。おはようございます。それでは続きまして、展覧会のですね概要から説明をさせていただきたいと思います。このですね、10周年の特別記念展覧会でございますが、古代から平成18年に新津市が誕生するまでの変遷を文化財あるいは歴史資料を展示することによって広くですねお知らせをしようとするものでございまして、会場は先ほどからご紹介ありましたように三重3階の企画展示室をお借りをしてやります。で、同時に2階の交流展示室の方で津市の観光とか自然を紹介するコーナーも設けております。会期はですね9月の17日から10月の10日まで中21日間開催をいたします。この間お休みが3日ございます。で、時間でございますが、平日は9時から17時、土日祝日は19時まで開催をいたします。
予算規模といたしましては368万8000円ということになります。まあ、今回ミエムをお借りすることによりまして、まあ、照明とかあるいは温度、湿度管理、24時間の警備体制ございますので、まあ、これまでですね、なかなかその公開が難しかった重要文化財等の展示も可能というふうになっております。次に会場でございますけれども、このですね、基本展示室3階でございますが、基本展示室の隣が企画展示室がメインの会場になります。で、後ほど出てまいりますが、この全体のこの施設の中のですね、一番この会場の反対側ですが、ここにレクチャールームというのがございますが、こちらで記念講演も開催をする予定をいたしております。で、この中身のこの展示室でございますけれども、津市のルーツから新津市誕生まで5つのですね、テーマを分けて設定をしております。一番最初が、まあ、縄文弥生古墳時代から、古代、から中世、近世、近現代、それから、新津市の誕生の新しいですね、18年1月1日の、合併までを順番に、まあ、見て回れるように設定をしております。で、展示の内容でございますが、概略だけご説明をさせていただきます。まず津市のルーツの中ではですね、ちょうどミエムのですね、シンボルでございます、ミエ像でございますが、これのもともとですね、1924年にですね、学会で津市のアキラから出たといわれます標本が紹介をされたところから始まっておりますので、まあ、そういうことがございまして、このミエ像をですね、まずはテーマにして、展示をさせていただきたいなと。で、大きなものとしては高茶屋のですね、この銅鉾なんかもございます。で、次に古代奈良平安時代でございますけれども、これは荘園文書から見たですね、まあ、当時の条理性といいますか、土地の区画をどのようにしてきたかが分かるような展示をしていきたいというふうに考えております。次に3の中世鎌倉でございますけれども、まあ、この時になりますと、この田家のですね、北畠氏の発掘調査の成果、まあ、こういったことを中心に北畠氏、長野氏の勢力争いをしていた時代なんかもご紹介ができたらなというふうに思っております。まあ、これまでこの中世ではですね、全然出てなかったんですが、信州高田本山千住寺の歴史なんかもここで紹介をしたいというふうに考えています。次は4番目のですね、近世、安土桃山江戸時代でございますけれども、この時代はちょうど津藩と被災藩、紀州藩が治めた地域になりますので、まあ、この辺のことをですね、一度いろんな資料を使ってご説明をするわけでございますが、ちょうど三杉の田家のあたりが上田家と下田家で、この紀州藩とあるいは東道藩というのが分かれることになりますので、まあ、その辺のご紹介もできればなと思っております。で、近現代でございますけれども、これはですね、明治22年の市町村施行されたときには1市2町53村ございました。まあ、これがですね、最終的には平成18年に津市1つの市になる、これまでの変遷をたどるような形で用意をしております。ここにございますのは、これ昭和5年のものなんですが、まあ、津市を中心とする名称長官図なんかもですね、今回ご紹介をしたいと考えております。まあ、それで総展示数は480点でございますけれども、このうち先ほど市長からも説明がありましたが、津市の持っているものが約220点で、今回お借りをして展示するのが260点ございます。冒頭で申し上げましたが、照明、それから湿度、それから温度、24時間警備体制ございまして、非常に重要文化財、あるいは県としての指定文化財なんかも111点今回は展示をすることが可能となっております。まあ、中にはですね、遠くは滋賀県の方からですね、里帰りで展示ができるような大切な文化財もございます。で、同時に合わせまして無料イベントの開催でございますが、記念講座というのを2つ用意をしております。まあ、9月17日と10月1日でございますが、それぞれ大学の教授にお願いいたしまして、古墳時代のお葬式と、それから伊勢国市北畠地区と千々郡飯田郡の状況というのを、これを記念講演を予定しておりまして、まあ、これはですね、市の我々の方に申し込みをしていただきまして、まあ、抽選で80名の方にお願いをしたいというのが記念講座でございます。
またですね、いらっしゃった方にギャラリートークを用意をしております。まあ、開催期間中の毎週土日と祝日、いずれも2時からでございますが、30分程度かけて、うちの学芸員が展示をですね、順番に説明をしながら回るっていうのを同時に考えているところでございます。でここからですね、ミエムをお借りをしますので、ミエムの課長さんの方からご説明をお願いをしたいと思います。失礼いたします。三重県総合博物館の方から少しだけお時間いただきました。私ども三重県総合博物館、平成26年4月に開館いたしまして、ちょうど先週の土曜日におかげさまで70万人の方にご利用いただいておりまして、ありがたいことだと思っております。で博物館ですけれども、この資料にございますように、3つの使命、機能というものを掲げて、これまで活動しております。一つは三重の自然と歴史文化に関する資産を保全継承し時代に生かすということで、まあ、県内にあるいろんな貴重なもの、そういったものの価値をしっかりと研究していき、それらを活用して、皆さんにお伝えし、また保全もしていくということですね。それから、学びと交流を通じて人づくりに貢献ということで、さまざまな学びの場というものをこの博物館で展開してご利用いただくということ、それから地域への愛着と誇りを育み、地域づくりに貢献ということで、そういったいろんな地域の魅力というものを、県民の皆さん、あるいはさまざまな団体の皆さんと一緒に明らかにし、それを起爆にしながら、起爆剤にしながら、地域がより住んでいる地域がいいところだなと考えて、いい地域になっていくような、そういったものを目指して活動を続けております。まあ、そんな観点から、さまざまな展示活動を行っておりますけれども、さまざまな団体さん、あるいはグループの、そういった方々と一緒に交流展示というものを開館以来行っております。で今回辻さんと行うのもそういった交流展示という中で行うものなんですが、先ほど市長さんからのお話もありましたように、市長というさんと一緒にこう展示するというのは今回これ初めての取り組みという形となります。で今回の展示にあたりましては、担当の方と一緒にですね、私どもの展示の博物館の担当と一緒になりまして、いろんな準備をしておりますが、博物館でもポスター、チラシの配布、そういった、まあ、広報の PR も一緒になって行っておりますし、それから展示品のですね、先ほど教育長さんからもありましたけれども、貴重な資料をかなり今回お借りいたしますが、そういったものの、検討、あるいは借用の出品交渉、借用といったようなものも協力しながら行っております。これから展示をいよいよ本格的になってまいりますけれども、そういったものにつきましても一緒に協力して行っていくということで、いよいよ、まあ、展示まで、まあ、約1ヶ月となっておりますが、最後力を合わせてですね、より良い展示になるように今努力をしているところでございますので、ぜひぜひご期待いただきたいというふうに思っております。で最後に少しだけ宣伝させていただければと思います。すいません。私ども博物館では企画展というのを年間何回かやってまして、この後ですね、この津市のこの展示が終わった後に、いくつか予定しております。一つは忍者ってなんじゃっていう展示なんですけれども、ちょっとシャレみたいな感じになっておりますが、10月25日から1月9日にかけまして、行っております。で忍者というと皆さん超人的な能力だとかね、そういうのはテレビだとか漫画だとかいろんなところで紹介されておりますが、その超人的な能力ってどんなもんなんだろうということを科学の視点から、もちろん歴史とかそういったものも資料も紹介いたしますが、科学の視点から忍者の技術だとか身体能力、知恵、そういったものについてを紹介していくということで、さまざまな、体験コーナーみたいなものも交えた展示を今企画しておりまして、多くの方に来ていただきたいと思っております。まあ、忍者というのは三重県にとってとても大切な分野だと思うんですね。伊賀が発祥の地の一つということですので、今回のこの展示を通じて忍者、三重県の忍者というものを発信していきたいと思っております。それから年が明けまして1月21日から3月20日までなんですけれども、植木仁さんですね、大スターの植木仁さんの紹介する展示を行います。植木仁さんは三重県の出身なんですけれども、皆さんもご存知かと思いますが、この植木仁さんが高度経常成長の時代にとても活躍されて、もちろんスターとしてもとても有名な方ですけれども、さまざまな社会問題、そういったものに対しても関心を向けた活動もされて
ったりとかですね、されておられます。そういった知られざるそういった側面を含めまして、植木仁さんというものを今ちょうど生誕90年没後10周年ということでテーマに掲げまして展示をします。この展示につきましてもまたお楽しみにしていただければということで今準備しておりますので、今回の津市の展示と合わせましてぜひぜひまたご注目をいただければと思っております。よろしくお願いいたします。はい、非常に前向きに、そして協力的にミエムさんやっていただいてますので、いい展示会になるんじゃないかというふうに期待を私もしております。では次のテーマです。空き地空き家の問題、これは地方公共団体、地方自治体において非常に深刻な課題なんですけれども、今相談件数がですね、前年比で7月末までの相談件数が前年同期に比べて 1.6 倍に増えていると、もうこういう話をさせていただきます。6月1日号にですね、こんなような形で特集記事を載せました。私も市長コラムを空き家についてはどんどんご相談くださいよということで書かせていただきました。で、納税通知書に、同封をする配布物などを活用した啓発だとか、チラシを配布したりとかですね、いうようなことをやってんで、これ後ほど申しますが、相談窓口の一元化というのを4月の半ばの定例会見でも発表させていただきましたし、空き家管理システムで私どもが情報共有化をしてくると、こういうことでですね、だいぶ体制は整ってきたとともに啓発ですねが進んできたということがあります。で、6月1日啓発して以降ですね、非常に増えておりまして、まずこれ全体空き地空き家全体ではですね、前年同期279件が435件まで 1.6 倍に増えているということでございます。で、そのうち空き家はですね 1.1 倍50件53件になっております。で、空き地については229件が382件まで 1.7 倍に増えておるということでございます。この空き家についてはですね、毎年どんどんこう相談が増えてきておるわけでございますが、特定空き家ということで空き家法に基づいて指定をするということになりますのが、もうすでに今年の4月以降ですね、15件増えて49件になりました。で、もうすでに解体済みなど改善がされたものが全部で5件、それから法に基づく指導というのをですね、実施をしておりますのが6件、それから実際に協議中のものが16件、それから所有者の確定させるための調査中のものが22件ということになっております。特にこの特定空き家に指定をするということを相手に通知をいたしますとですね、非常に協議が進むと、これまで正直ほったらかしだったものがですね、何らかのアクションが起きてくるというのは実感として我々も感じておるところでございます。それ以外のものでも、は70件が解体など補修など改善済みで、現在調査をしておるものが117件ということでございます。次、空き地ですが、空き地についてはですね、これ毎年だんだん改善率というのが上がってきておりまして、相談も増えているんですが、改善率も上がってきています。例えば去年513件あったんですが、所有者が把握できて、そして変えたものが 98.2%、所有者不明 1.8% という、かなりのものが所有者の把握ができると。これはこちらは空き家の方は税の情報が見られますが、法律で認められておりますが、空き地の方は見られませんので、登記の情報などをもとにですね、いろいろアプローチをしていくんですが、大体だいぶ把握できると、その中で改善済みが 71.5%、これらも含めて未改善が 28.5% ということでございます。で、今年になってから相談を受けた382件も、そのうち3割近くが 27% がすでに改善済みということで、現在、所有者と協議中、あるいは所有者を確定する作業をしておるというのが 73%、279件あります。非常に相談が増えておるんですが、一生懸命私どものスタッフも頑張っておるということでございます。でですね、総合窓口を環境保全課、それから各総合支所の地域振興課に設けまして、ここでワンストップで受付をすると。で、その状況によって、まず空き家か空き地、空き地も空き家の敷地も含んで空き地
にの担当をそれぞれ分けるわけですが、まあ、空き家の場合はですね、建築物のところで建築指導課、あるいは不審者が出入りしているなどで市民部ですね、それから雑草、空き地の雑草の班も、これが一番多いんですが、これは環境部、それから農業の場合は農林水産部、それから火災については消防、それから雑草で道路が伸びてきて交通というのは建設部、から廃棄物は環境部ということでですね、それぞれ担当がきちっと状況に応じて対応しておりますので、どうぞどんどんご相談をいただきたいということを、さらに市民の皆さんにお願いをしていきたいというふうに思います。結局ですね、市民の皆さんからすれば、所有者がわからない、あるいは所有者が遠くに離れている、あるいは所有者分かってるんだけど、なかなか直接の話ではですね、対応していただけないというようなケースがたくさんありますので、まあ、そういうケースにおいて市役所が中へ入ってですね、対応していくということで進めて、今後も進めてまいりたいというふうに思っております。以上が2番目の発表事項です。3番目、未来のグランドデザインを描きますということでですね、次期総合計画作りに入るわけであります。で、総合計画はご案内のとおり、基本構想と基本計画がございまして、まあ、それぞれの分野がバラバラに進めていくと、津市の行政としてうまくいかないということで、目指すべき都市像とかですね、それからその実現に向けた施策の取り組みの方向性などを示すものであります。まあ、現在の総合計画が、まあ、こういう形でですね、まあ、策定をされておりまして、まあ、これぐらいの厚さになるわけでありますが、まあ、これらを今後どういうふうに作り直していくかということであります。で、実はですね、総合計画の中の基本構想の部分は、地方自治法で策定が義務化された昭和44年のことなんです。で、議会の議決を経て策定するということになったわけです。ところが、平成23年に地方自治法が一部改正をされて、義務付けなどが見直されてですね、まあ、策定義務というのは撤廃されて、まあ、作らなくてよくなったということであります。で、津市ではですね、策定する場合には議会の議決を取りなさいよということを条例が制定をされました。議会の議決すべき事件を定める条例ということでですね、ということで、まあ、作る場合には議決を要するということで、これは2012年にそういう条例ができたということでございます。で、今の計画はですね、どこからどこかというと、新市まちづくり計画、当初10年だったのが、5年間延びました、東日本大震災の関係で、被災地は10年、その他は5年延びると、合併後の取り組みがですね、ということで、ここまであります。で、総合計画は29年度に切れます。で、それとは別に、地方創生の計画が31年度まであると、非常にこうちょっとバラバラにこのお尻がなってるんですが、まあ、いずれにせよ、ここで総合計画切れますので、ここからスタートをするということで、合併の時に新市まちづくり計画というものが、こういうものができてますが、まあ、これに基づいて作ったのが前回の計画、つまり合併の時にやりましょうと決めておったことをきちっと具体的に書くのがこの計画だったわけですね。で、今回は、まあ、いわばそれを乗り越えて、まあ、乗り越えてというか、まあ、それがほぼもう終わりかかっているということで、そこから先のことを考える計画でありますから、30年度からということで、まあ、28年度、今年度策定取り掛かり、来年度末までに作ると、こういうことになるわけであります。で、考え方でありますが、まあ、市民の皆さんから十分ご意見を伺いながらということで、まちづくりの目標、基本方針を示す、経済社会情勢のあり変化を的確に捉える、市民のまちづくりの思いを受け止める、地域資源をしっかり活かしていく、市民にとって見やすく分かりやすいようにしていくと、まあ、こういう基本的な視点の下で、ここから先は今から決めていくことなんですが、まあ、現在として、案としてですね、基本構想、前回10年でした、もう今回はですね、期間を定めないでいこうと、これはまちづくりの基本的な理念はですね、まあ、変わるときには変えればいいと思うんですが、まあ、そんな10年で変わるものでもないだろうという考え方の下でですね、期間を定めない。で、基本計画は10年間の計画を作りたいと。で、前回は10年間の計画を作りながら5年ずつ分けたんです。前期と後期と。これを分けないで1本でいきたいということであります。で、その特徴をもう一回申し上げますと、計画期間定めないということであります。
それから基本構想はですね、基本計画は、まあ、今申し上げたように、合併後の、まあ、新島通空計画に続く次のステージの10年間という捉え方をします。で、まあ、財政だんだん厳しくなってくる、それから、まあ、人口減少なり、高齢化が進むということで、まあ、政策としては選択と集中の視点が必要だろうということで、審議会でもしっかり議論していただくということでございます。それから各分野でですね、しっかりと積み上げをしたいと、この各分野、福祉なら福祉、教育なら教育、環境なら環境が作っていく、それの積み上げが津市の将来像になっていくだろうと、まあ、こういう考え方でいきたいということであります。で、市長が諮問に応じて、総合計画審議会を作ります。それから市民の意識調査、それから各関係団体との懇談会、あるいはパブリックコメントなどによって、多様な市民参画を図ります。市議会からはもう意見もいただくでしょうし、先ほど申した条例に基づいて議案になりますので、議案が上呈されれば審議をしていただきます。で、まあ、私ども の市役所の中に副市長と部長級で検討委員会を作り、その下にプロジェクトチームを作っていくと、まあ、こういう体制で作らせていただきます。でですね、まあ、実際にはですね、ここの審議会で議論するんですが、まあ、実際にはこれ上に来させているのはですね、やっぱり市民のいろんなご意見をしっかり反映していくものにしようと、もちろん我々の原案にも反映させますし、審議会のご議論にも反映していただこうということであります。計画2年間で作りますが、まあ、最初にしっかりと今、アンケート調査などをやっておりますし、計画審議会はこの後申しますが、随時開催をしていきますということで、29年度中に作りたいということであります。で、審議会ですが、20名にします。で、この委嘱をするんですが、まあ、こういう各種団体関係の分野、非常に幅広くですね、皆さんにご参画いただこうということであります。26日に委嘱式をさせていただきます。で、その上で会長、副会長を決めていただいて、今後の進め方などをご議論いただくという会を開かせていただきます。まあ、どんどんまたご意見をお寄せくださいということでございます。以上で発表を終わります。